いや先生ね、あの、はい、シューマイってこう手に持った時結構ずしっと重い感じすんの知ってる？あーなんかわかるかもしれない。意外と、はいはい、あれ投げたくならない？たまに。絶対ダメなんですよ皆さん。投げたことないですよ。でも絶対さ、キャッチャー構えてたら絶対パスーンと行くと思わないあれ。なんか持った瞬間わかんのよ。これコントロールしやすいなって。思わない？わかる。わかるよね。わかるよね。いろんな重さのもんとかさ、いろんな、はい、重心のもの、いろんな手触りのものってあるけど、うん、あんなにストレートに自信あるのないよね。あるね。そうだね。なんでだかわかる？なんでですか？わかんない。募集です。募集。っていうね。っていう話は変わりない。何なのこれ。いやもうコラムですよコラム。でもさ、うん、なんかこうなんか、はい、シュウマイ投げるっていうワード聞いた時に、なんかもうパッとなんか横浜スタジアムがパッと浮かんだんですよ。DNA の、ね、そうなの。だDNA で投げてないからね別にね、かけないからね。いやいやいや、あれなんかそうなんだよね、なんかね。なるほどね。何なんかんだマジでこれ。いつも思うんだよね。でいつも握るわけじゃないんだけどね。うんうん、なんかこう落としちゃった時に取った時にもういいよこの話。本当だよ、何続けたんだよ、うん、今。いやっていうかやばさ、何よ今日さ俺話したい話があって、はい、なんかね一個ねニュースが飛び込んできたんですよ、うん、この収録の数時間前かな。何ですか？あのですね、はいはいはい、まず遺跡期間って言ってなんとなくワード通じる？遺跡期間、はいはいはい。さあ、あの大体あの、はい、夏の遺跡市場とか冬の遺跡市場って言いますけど、うん、なんかね来年ねもう一個特例でできるんですって、うん、これは国内の海外のどっちの話ですか？ね、ちょっと難しいんだけど、うん、特定の国々のみ。特定の国々のみ、はい。何一応日本は含まれます。フィファが何かを変えようとしてるってことですか？あのですね、うん、まんま言うと、うん、来年2025年って、はいはいはい、あの6月にさ、あのクラブワールドカップ、あのでかいやつ、あ、はいはいはい、うん、行われるでしょ、うん、あれの開幕直前の6月1日から6月10日間という10日間限定で、うん、そのクラブワールドカップに出場する国、うん、の国のみというか、うん、遺跡期間が特例で開放されると。国の。でもだから多分だから要は、うん、日本で言うんだったら浦和だけ限定で遺跡期間開くんですよね。浦和レッズだけ。多分で、うん、取れるんですよ他のチームから。そう、国外からも？国外からも。ええー。なんだそれと思って。え、その CWC っていうのは主催はどこなんでしたっけ？FIFA。FIFA。おうおうおう。それを盛り上げたいからでしょ、うん、要するに。盛り上げたいからですね。怪我とかあっても万全でやれるようにでしょ、うん、それ。ようにですね。お金とかもすげえもらえるからめっちゃ取れる。だから要するにワールドカップみたいなのにしたいわけでしょ、クラブワールドカップ。したいわけだからですね。エクストリームバトルにしたいわけでしょ。そうそうそう、そう。それのための、すごい利点ですね、それは。なんじゃそらっていうところで。選手にとって夢ありますよね。夢ありますね。そこに招集される、国を越えて招集されるわけでしょ。そう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 。なんなら浦和で調子よかったらバルセロナ取られたりするわけでしょ。ね、極端な話よ。極端な話。まあまあそうだね。今みたいな。うん。だから急に来年の6月も移籍だ、移籍夏の市場の前に一個だからとんでもない市場が開いちゃうぞっていう。面白い。へえ。っていうことみたいですよ。これ大会前だから、そうね、新たな戦力確保。どんだけ中東勝たしたいんだよ。そういうことでしょ。どんだけ第一回ね、そのでかい CWC もういい加減名前も決めてくれよ、もういつもでかい CWC って言ってね、決まってんの？決まってんだろう。まあ中で、でもクラブワールドカップでのな。その中で、はい、その時に一番世界で輝いてる人、中東が取れるわけじゃん。そしたら。そうだね。そうでしょ。でワンポだったらいいかと、破格なものもらうわけだから、また夏に戻りゃいいかぐらいのさ。そうだね、はあ。そういうのもあるでしょ。うん、いや、あるでしょう。だから、アルヒラルやばいんじゃないこれ。中国をね、ワールドカップに出そうとし、枠を増やして予選の組を変えたり、ワールドカップではね、クラブワールドカップでは、無茶な遺跡ありにして、ね、中東に出てほしいみたいなね、もうそうなってきてるんですか？そうなんだよな。そうはいきませんよ。そうはいきませんよ。勝つのは我々ですよ。なんつってね、先生。本当だよ。本当だよ、ランプジは。でも、誰でも引っこ抜けるわけだね、その機会に。
そうだね。ちゃんと交渉。でしょ。だから、あれじゃない、本当各クラブの顔、すごい顔が出てくるかもしれないね。だって、国籍とかあるから、ワールドカップではできないことをね、クラブワールドカップでできちゃうわけでしょ？できちゃうんです。要するに、その時のテレビの一番の人気者、全部根こそぎ集めてきて、他出さないでって、この番組やりますでしょ？そうですよ。そう。ってことはできちゃうわけでしょ？はい。まあ、番組って、いかんせんそういうのうまくいかないけどね。サッカーもしかりなんじゃないですかってことが言いたいわけです。いや、そうだよね。どうなるんだろう。でも、ちょっとそういう向きもあるでしょ、これ。いや、そうだよね。もういいじゃん。用意どんでお金並べて、一番積んだ方が優勝でいいじゃん、じゃあ。めんどくさいことしなくたって。サッカーなんかしなくたっていいじゃん。用意どんで、ね、オーナーがお札積んで、んでん、てけてけ、てんてんてんって、一番上の言っても腰すいじゃん。オークションじゃん。同じじゃん、それと。何が違うん、それ。違うわ。全然違うわ。へえ、驚いた。あ、すごいね。先生はどう見てます？僕はそう 見ましたけども、聞いて。いや、僕もそうだなと思うし、うん、だ本当だから、あれじゃないですか、広告作りやすくなるんじゃないかなっての思いますよね。広告。そうすると、広告というか、なんかな、そういう、なんか、アドなんとかみたいなものというか。だってさ、アルヒラルが1回目優勝したりとかさ、上まで行ったりして、やっぱ、うん、やっぱ楽しいよってなるじゃん。なるね。WBC にこんなに湧いてる国、僕たちだっていいもんね、だってね。そりゃそうだよ。第1回もね、あれだし、そう。そうだな。第1回勝ったんだっけ、負けたんだっけ。なんか勝ったじゃなかったかな。勝っただっけ？ね、うん。なんかタッチアップとかのね、変な判定とか。いろいろあった。もう随分前すぎてね。うん、誰も覚えてない。日本人しか覚えてないじゃないよね。そうなんですよね。だから、そうよ。うん、もしかしたら、まさか、それこそ、うん、ヨーロッパの市場で、だからシティとかは出るけど、はい、ヨーロッパでも12か14ぐらいしか出ないから、うん、結構その大会とか、三笘くんをその、大会のみこうマンチェスターシティにとか、うん、そういうこともあると思うし、そうカズさんのオークランドシティじゃないんだから、いやでもそういうの怒るんでしょうよきっと、いやいや怒るんかね、怒るよその時だけ、その時だけ、あちょっとでも1回目がどうなるかとか楽しみだね、うん、そうなるとねえいやちょっとだからこの期間はだいぶ熱入れて我々もお送りさせていただくんじゃないかと思いますけどね。FIFA はなんでっていう大義名分でこれ言ってるんですか。特に何も、いや新たな戦力を登録できるようにしますみたいな、そういうなんでってなるよ世界中が。え、 CWC じゃない国は取れないんでしょ、ないチーム。そうですね、うん、あそうそう、うん、あの CWC 出ない、うん、出るチームを、うん、所属させてる国のみなので、国のみってことは何、栃木 SC もその期間は取れるの OK なのかな、分かんない、 どういうこと、多分そうだと思うんですけどね、まあちょっとその辺も明らかになっていくのがこれからえげつなですね、えげつないですね、えげつない時代がってきましたね本当ですね、どう立ち向かえばいいんですか我々は、これはサッカー愛のこのアジアの片隅で生きる私たちね、東アジアの片隅で生きる我々はどうにとってはどういう影響があるの、俺は。まあでもだから日本からどっかのチームが日本のチームから持ってくなんてこともあるかもしれないけど、でもちょうどその時でリーグ自体休みなはずなので、日本とかもまあだから別に持ってかれてもまあってところはあると思いますけど、戻ってきさえ戻ってきてくれさえあるのであれば戻ってくる、ね、2ヶ月ぐらいで戻れるシステムなのじゃあ何クラブって何なんじゃね、全然そうなってくるとでもそうだってさ、ね、レンタルとか一応だってそうなったらありっちゃうでしょ、あまあまあそうだね、うん、だからお金その期間の年俸分をうちのクラブが払いますか、2ヶ月3ヶ月分とかっていうのは言えばできるはずなんだ、初回に出たチームの勝ちじゃん、だってお金もがすげえもらえるじゃん出るだけで、でそのお金で引っこ抜いて、うん、そこで賞金をキープしてまた次出れるようにするでしょ、浦和はそれで次ね、うん、あの早いうちにまた ACLE 出て、うん、次のまたあれちゃんそれでチャンスつかめば、うん、ってなるだからね、うんうん、だからお金積んで競争した方が早いでしょ、つうだからね先生競技を見てよ、競技見たいのよ、見たいけどそんなちょこっと入っていなくなるの分かってるような人にエンブレムにキスされてもよそれは困るね、
うん、確かにね、うん、いやまあまあまあとりあえずそういうね、そういう面白いですね、また、うん、出てきたよと、月を呼びそうな話ですねこれはね。こんな感じでございますわ、うん、知らなかった全然、はい、結構ニュースとか見てたんですけど知らなかったですね。いやそんなね、普通に出てんですかそのニュースって。もなんかチラチラっと出てるぐらい、あの日本で出たっていうか最初あの、うん、なんだろう、ヨーロッパの方で出たので、もしかしたらまだそんなに記事化されてないと思う。これでも日本で記事にしようってなかなか難しくない？難しいね、ネット記事で普通にさ遺跡期間って言ったって元々の遺跡期間のことはあんま知らないじゃんみんな。そうだね、一般の方は、一般の方そんなこと書いたってページビュー上がんないもんだってね。上がんねえんだよな、ね、CWC のに向けて2ヶ月遺跡ができるようになりましたって言われてもね。しかもね、大半の方に関係ないですよね、国内と裏は関係だけですから。そうですね、でもやっぱね、うん、このチャンネルぐらいになるとこれは中東の陰謀だっていうのまでちゃんと読み解いちゃうわけです。陰謀ではないですけど中東への、ね、フィファのパスだ、パスだって、もうめんどくさいこと言わずにさ、アルヒラルとさアルイテハドを1回ずつ優勝させてあげてからもうエコひいきなしにやりましょうよ。もう分かったから、もういい、一回勝っていいから、そうだよな、ね、もういいから、そっからちゃんとやろうよ。こんなことしないで分かったからね、え分かった分かった、本当にそう言ったやつになるんだもんな、本当にな、ね、北中米の後ワールドカップどこなんでしたっけ。北中米の後は、あれじゃない、ポルトガル、スペインとかそこら辺のやつ、ポルトガル、スペインのその辺の共催、うん、なんだけれども、サウジアラビアでも試合するんだっけ。あ、その時はないんじゃない。あ、その時はウルグアイとかでやるんだよね。あ、その次が、その次がサウジ、サウジアラビアでやるんだっけ。はい、ああ、そう、そういうか、はい、うん、なるほどね。もうサッカーに似たようなさ競技を一個頑張って作ってさ、ええ、もうそれをサウジにあげない。でもね、第1回第2回優勝でいいよってね、それで無理かね、もうなんかちょっとバランスおかしくなるでしょ、あまりにも。おかしいな、何度も言いますよ、ちゃんまはサウジのリーグがプレミアぐらい盛り上がってくれてたら何の文句もないの。文句ないね、ね、うん、だからお客さん集めましょうって、代表戦あんな入んのに ね今度日本に負けたらもうなしね、そういうの全部ね、先生、日本に負けたらもうなしでいいかな、ね、こないださ、はい、390人だったんですよね、とある試合で。サウジアラビアリーグ最低を更新したと。そうそうそう、まあ。まあ有名な人いないからね、しょうがないね。まあ、うん、いたんでしょ。いるんだよな。いたんでしょ。いたんでしょってことは。そうなんだよな。何やってんすか、連れてって。ねえ。我々のプリマを連れてってどこで踊らしてんですか。そうでしょ、先生。そうなんだよ、あのさ、また今、もうすでに1個はあのサウジ戦の、ね、うちのヘラクレスオオカブトどこで飼ってんですか。餌もやらずに、餌はやった、餌はやってんねんな、餌はやってんね、餌は大量に高級なやつが太るなよ、太るなよ。あのさ、我々もとってあの昨日の夜も出てますけど、まずあのサウジのちょっと動画撮ったじゃないですか、こうやったらサウジに勝てるんじゃないかみたいな動画、はいはい、で今それ以外にちょっとあのサウジアラビアの今回呼ばれたメンバーどんな人なのかなってことをちゃんと分析した、はい、まあ、プレビューも出そうと思ってそっちも今作ってるんですよ。そうなんですか、 ありがとうございます、うん、はい、だからびっくりしたのが、うん、正直ほらマーさんからも出てくるぐらいアルヒラルとか、うんうん、アルアハリとかアルイテハドはもう我々も知ってるじゃない、うんうん、はい、イテハド、ヒラル、アハリ、ナスル、うんうんうん、以外にも、もう結構とんでもねえやつらいっぱいいて、うん、そうなの、まだアルカディシャって知ってる？初めて聞きました。ね、うん、で今回実はそのチームの第2ゴールキーパーが、うん、あのサウジの多分聖守護神として多分日本戦出てくると思われる。へ、あ、そんな感じなの？そう、あの実は普段から守護神のアルオワイス選手が怪我なのかなのか分からないけど呼ばれなかったんですよ。はははははは。じゃあその人、うん、じゃ第2だけど、じゃあ第1ゴールキーパー誰なんだろうと思って、そのチームのアルカディシャの、うんうん、そしたらベルギーの代表のキーパーだったりとかしたり、あとそのチームフォワード誰だろうって、あれなんか見たことあるの、オーバメヤンじゃんとか。ああ、そうか、そういうのもう爆裂にいっぱいありすぎてなるほど、なんじゃそらってのがもう、でもあれじゃない、
はい、Jリーグのチームとかがさ進学就職迷ってる親御さんを説得するときにはいいんじゃない？はいはいはい、最悪もうサウジもありますから。お母さん、大丈夫なの？最悪サウジもありますから。あらそうなのなんつって、ね、最後サウジ1年行けばもう一生大丈夫ですから、3代向こう3代ぐらい大丈夫ですからお母さん、ね、っていう言い方もパンフレットに載せれるでしょ、ね、もうできなくはないね、うちの寮で3年やっていただければですねってだいぶ端折りますけど、うん、最後サウジもありますから、ね、あらそうなのなんてね。ね、そうだな、中東 ね、お住まいのお住まいの地域ぐらい変えますからお母さん。そうなんですか。はいはい、はい、それが正直さ現実的になってってるじゃないですか、だって、サウジじゃないけど、はい、ほら、うん、UAE のチームにさ、うん、うちの高橋選手行ったでしょ。あ、そうですね、若くして、はい、代表クラス、はい、いやこれちゃんとこれ ACL エリートとか今出てんすよ、この間アルワハリ戦戦ってなんていうチームに行ったんですか、なんだっけ、アルワフナだっけかな、アルワフナ、アルワフダとか、そんな感じだったと思います。で右サイドバックとスタメンで出てて、うん、彼氏が確か3年契約だったと思いますけど、うん、3年で5億ぐらいもらう契約のはずなんで、年俸で。うん、積金じゃなくてね、年俸ね。はい、いいじゃない。だから、相当だよね、これね。いや、相当でしょ。いろんな、で、サッカーっていいですね、世界で稼げる。ね。いや、そうだよね。でも、そういう意味ではいいんですかね。やっぱ、じゃ盛り上がってくんですか、サウジはね。応援しましょうよ、だから。あ、うん、から盛り上がってこと願いましょう、これからも、ね。っていうのを、行って、初めてこう、盛り上がってこようっていうシーズンからさ、うん、我々はこう、ダゾーンでやるっていうからね、盛り上げようってずっと言ってたわけですよね。そうだね。見ましたよ、2、3試合。ええ。うん、それ以来見てないですよ。ね、なんかちょっと、盛り上がってないな。まあ、なんだかなっていうのはあるね。うん、なんだかな、なんだかな。なんだね、今もやってるんですかね。やっってんのかね、それだってノーミーがそれを知らないんだよ。いや、ダゾーンじゃなかった、ごめん。あれ、スポチービーで、スポチービーなので。うん、ね。お客さんが入ってないっていうのはやっぱりね、これ何度も言いますけどね。そうだね。難しいね。てか、どうしてもやっぱりね、まあでもこれだけでも、もうなんかさ、はい、データとか見るんですよ、まず僕も。うんうんうん、そうすると、本当、オールスターなんだよね、確かにね。あるやっぱヒラル、はりとかそこ見ると本当に全員スタメン知ってんじゃんって方々、うん、そうですか。外国人枠もないんですか、サウジアラビアリーグは。そうないからね。だからでもいよいよあれですよ、クラブワールドカップでちょっと中東のご機嫌が取れない状況になっちゃった場合は、うん、中東が力を出し切れなかった場合はいよいよ FIFA ワールドカップ、うん、国籍関係なくなりますよ、移籍。本当に困るぞ、そうなったらな、サウジアラビアのフォワードハーランドです、どうも、ね、中盤のデブライネです、どうもなんつって、ね、サウジアラビア監督の、ね、ペップ・ガルディオラです、どうもみたいななってきますよ。もういよいよそういうルールにして最後のカード切りますよ。やばいわ、ね、そんなことなったら FIFA が気をつけてくださいよ、これそうなるともうえげつないです。我々のエースもサウジ代表として立ちはだかるかもしれないですよ。やめてくれ、本当ですよ。そうだね、すげえ時間足んなくなって、早くしろ早くしろ、日本代表にボール回せ、早くしろ相手って言ったら、ここもレオブライアンが胸で抱え込んで倒れてるかもしれないですよ、サウジのキーパーとして。早くしろよ、早くしろってなってるかもしれない。我々の大切な選手たちが、本当だよな、ね、そうですよ。ペップの後ろで腕組んでニヤニヤしてるのが長谷部誠な可能性もあるかもしれないですからね。わかんないですよ、もう各国籍関係ないわけですから。うわっけわかんねえな、そんなことなったらな。ビカムはレジェンドがバグったみたいになっちゃう、ウイレの昔の。ねサウジに佐藤久といた時ありましたけど、僕ね、何年もやりすぎてなんかバグってユニフォームデータとか入れすぎ て、自分でいじったからなんですけどね、これね。メーカーさんのせいじゃないですけど、ね、はい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 、それすると面白かったですけどね。いや怖い、そうか、どうなりますかね。面白いよ、こういう話が面白いですね。そうだね、まあ、なんでちょっとまたこういうニュースちょっとまた定期的に出てくると思うんで、はい、またできたらまたちょっとまた話しましょう。いち早くね、はい、そのからくりを
ここでつまびらかにしていきましょう先生。早くこのパトロールで、ね、なんとかしないと、どん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 やられちゃいますから、これ我々が叫んでいかないと、これはやっていかなきゃいけないね、うん、頑張ろう、はい、ありがとうございます。最悪いろんなことが乱れないように、分かった分かったと言って、1年2年ゴール前の道を譲ることになるかもしれない、我々は我々のクラブチーム、ね、それがサッカー界のためだと信じてというね、そういうことですよね先生ね。一旦しないともうキリがない、終わるまでルールを変えられすぎてしまう、ワールドカップに国か国籍関係なくなっちゃうんだから、これ考えすぎたね、大問題だな、起こりえなくないよ、勝たしてあげたらもう文句言わないんだよ。しゃーしゃー、いや、ね、もう分かんなくなってきたな、本当なってきました、いよいよ分かんなくなってきましたね、しかし日本代表実力上げてますね、そうですね、ね、はい、これ勝利の時が近いのか、それとも別れの日が近いのか、育てば育つほど代表だけはどこにも行かないってさ、だから魅力があるわけじゃん。そうだね、どんだけ育っても代表だけ外に行かない、別れない、うん、だって日本がなんだからね。そうだね、うん、そんな日ももうすぐ終わります。終わんのかい。もうそれ終わりだよ、それやっちゃったら。本当だよ、それだけは。ね、はい、勘弁してくれ、はいはい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、今日のサブチャン先生のニュースいただきました、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたね、バイバーイ。またです。